本日はこのウマ娘プリティダービーとコラボした若受けですね、だし香るたこ焼き風味を食べていきたいと思います。その前にちょっとお化けのカードをちょっとあれですね、開けてみないとダメですね。これバカ受け、ちょっとせっかくなので巻いちゃいますね。ハサミでちょっと切ってですね、何が出るでしょうか。お、ツインターボ来ましたね。これ、いや、いい感じのキラですよ。こうなんですね、実際に見るとやっぱりいいですね、カードゲームだとこういうのがないですけど、うん、カード買ってのもいいですね。というところでバカで食べてみます。普通に開けてですね、バカウケ自体はまあ普通の形ですかね。じゃあこちらたこ焼き味食べていきますね。うん、あ、なんかうまい棒のたこ焼き味みたいな味がしますね。うん、これうまい棒よろしいかもしれないですね。味はベースは同じなんですけど、まあソース味にだしが効かしたような感じなんで、うん、高級なうまい棒のたこ焼き味みたいな感じですね。まあ米系なんでちょっとまた別なんですけど、ソースがそんな感じですね。ベースが米だからこれもいいのかもしれないですね。うるち米ですからね。うん、普通に美味しいですね。うん、もうちょっと買えばよかったんですけど、全然売ってなかったですね。切れるのはしょうがないかもしれないですね。うん、癖にある味わいですね。うん、あっという間に全部なくなっちゃいましたねいや本当美味しいですね。これこれだけでもやっと売ってほしいですけどね。というところで本日はこのウマ娘プリティダービーとコラボしただし香るたこ焼き味のバカ揚げをいただきました。美味しかったですね。というところで以上です。ご視聴ありがとうございました。